皆さんおはようございます。今日はちょっと早めに起きましたが、外が雨です。ぽんちゃんおはようございます。固め涙目で目つぶってますけど大丈夫ですか？夜中の間に何かやりましたか？昨日からです。昨日の夜からでしょうか？なんか暴れてたもんね。目薬さしたいんですけど、ぽんちゃんは顔に触らせてくれますか？後でお願いできますか？はい、あんずちゃん。あんずちゃんはなでなでもちょっと後ずさりしますね。手が届きません、そこ。ぽんちゃんは今日は私の足の上に寄りかかって寝てくれたので。そうですか。嬉しかったです。そしてかおりんちゃん。かおりんちゃんは昨日の夜手で触ろうとしたらちょっとシャア行っちゃいましたね。もう忘れたかな。はいはい、はい、大丈夫大丈夫。はいはい、一回一回ちょっと忘れちゃうのね。はい、じゃあこっちね。このブラシは全然大丈夫なのね。
誰？あ、あずちゃんか。あずちゃん外からなんかハンモックをいじってた。あずちゃん下おいでよ。カオリンちゃんと仲良くすれば。そうか。結構気に入ってはいたんだもんね、前ね。そっか。カオリンちゃん使ってたやつどっかにつける？スギニャンにつけるとか。うん。あ、そっか、アンドちゃんね。なんかうまくすればつくと思うけど。何かでワイヤーみたいなのでつけるとか、なんか考えれば。意外とね、体重っていうか全手が気になっちゃったから。取りたいね、君。あ、ちょっと取れてる。できなくはないんだけど、ちょっとあのブラシが強いかなと思って、ね、あの、うん、微妙な位置に行っちゃうんだよね。まあ、手で触れるようになったらね。持ちやすそうにする時があるので、
り、じゃあ仕上げに、ちょっとね、歴代のこのさ、ケージの中からこれで遊ぶじゃん、うんうん、そしてそれを外のこの邪魔しに来る。カオリちゃんは遊びに行くことが上手になる。そうだね。みんなさ、最初にちょっとさ、うん、
遊べば。